はい、皆さんこんにちは。一組のカードを使いましょう。よろしいですか。はい、そしたらですね、まずこのカードマジックをする前に一回予言を出します。予言はこれがいいかな。これ見てください、予言っぽいでしょ、なんかね。はい、予言で、予言はね、そうですね、これが予言しましょう。はい、特別予言。そうしたら1枚のカードを抜いていただきたいので、じゃあちょっと大変ですけど手出してもらえますか。はい、これね、で見てください。はい、でカメラにちゃんと見せてください。見せましたか。はい、大丈夫ですか。そしたらこれ戻してもらいます。そうですね、これに戻そうかな。はい、はい、戻しますよ。はい、戻しました。はい、そしたらこういう風にバラバラになった状態から適当にカードをねカットしましょう。この辺からこう分けたり、この辺から分けたり、この辺分けたりですね。そして1回弾いてあげると、なんと恐ろしいことにあなたの選んだカードじゃないですよね、もちろんね。はい、これはねキングを出したんです。もう1回いきますよ。じゃあ別のやり方でね。はい、じゃあ好きなところでストップと言ってください。はい、ストップ、いいですか。はい、ここでいいでしょ。はい、ここから分けます。そしてこのまま分けたところから持ち上げよう。どこがいいかな、ここでいいかな。よし、そうするとワン、ツー、スリー。お、見てこれ、ほらキング出た。いい感じですね。さあ次です、最後。好きなところでもう一回ストップをかけて、じゃあこのストップをかけてこのカード開けてあげると、お、違いましたね。これ5ってことは5枚目を見ろということなんで、1、2、3、4。さあそうするとここで同じようにキングが出ます。うまくいきましたね。じゃあせっかくキングが出たんですけど、これまだ終わってませんね。なんならばあなたの選んだカード、これ当ててません。これ当てなきゃいけませんね。これ見てください。はい、これ予言があります。この予言が何かっていうと、ちょっと待ってください。ほら、同じ5だっていうことなんですよ。これじゃ納得しないですね。しかし、開けてあげると見てください。ここにも5があります。裏返って5があって、最後の1枚。もちろんあなたのカード。まだ探しませんから見てみましょうね。はい、1枚、2枚。3枚、4枚、お、見てください。こんなところに1枚カードが出てきて、それがあなたの選んだカードですね。はい、ということはこのキングはもう仕事がありました。なんで当たったかというと、それはみんなマジシャンで、見てください、この赤いスタイル。残りは全て真っ白になって、全てを確かめてください。お待たせします。どうもありがとうございました。